月の真ん中あたり、月の月頭の多いですか、ね、頭あたりですかね。うん、まあ 1週間 そのサイクルをやっぱり作るってことが中学3年生は大事かな、で高校は3年生はちょっとそういう次元じゃないので、そろそろその秋の本意識実力でいくっていう人は、ぶっちゃけ息継ぎする暇はないんですけど、もう、もう本番だってことですよね、なんだろう、余分なことを考えてる時間はないというか、息継ぎする時間はないんですけど、だからこそ改めてその自分のその計画どうなってるのかなって見て、過ごしてってかな、今そうだ、これ後藤の素朴な疑問を聞いて見ているお父さんお母さんもそこ私も聞きたかったのっていうふうになればいいかなと思って、大学受験の制度も呼び名もさっきの中学校のテストと同じで変わってきてますよね。私がその覚えている受験の制度なんていうと AO 入試なんて言いましたけど、 AO 入試ってもうないんです。呼び名が変わって総合選抜って言われて、総合選抜という名前に変わっただけ、中身は AO ですね。で実際その大学は総合選抜って言い方しますけど、専門学校とかだと AO って言ってる多分学校もあるんじゃないかな。まだ言葉も残っています、そうすると、今じゃあ高校は大学受験で総合選抜と言われるものは、一般の受験より先にやってるんですよね。学校にもやりますね。やりますよね。年明けまでかかるのもあるけど、ただ基本的には時期的には一番早い、ほんで早いとこだと11月とか12月とかに判定まで出ます。合否出ますよね。で合否うまくいきましたっていう人は早く決まってよしよしなんだけど、そこで自信があったのに総合失敗しました、って言ったら一般受験に切り替えなきゃいけないんですよね。もしその一般を想定していなかったらそう、でいや総合でバリバリ自信があったのに、参ったミスったよとかって、総合っていうよりは、まあ、推薦でしょうね。自信あったとしたら、推薦こうその通信簿の評点がだいぶ高かったんで、毎年うちの高校だとこれくらいの評点だと受かってたとかっていうんであれば自信あったっていうケースになるでしょうけど、総合は実際やっぱりちょっとまあ受けた感触として自信あるないはあると思うんですけど、あとその過去の倍率として大体受かってかなとかってなると思うんですけど、そんなにその白黒を自分で判断できるようなものではないかなと。なので結果の話なんですけど、結果総合がうまくいかなかった人が、そこから一般受験に勉強間に合わないべって話をしたい。間に合わないですね。だからそうすると安牌であるためには、総合を想定しつつも一般の受験を控えて勉強を並行して走ってなきゃいけないと、っていう感じですか、その総合を受ける。そうですね、高校3年生も。高校3年生はそうですね。だからあとその人によるんですけど、一般なんつったらいいかな、一般を想定してて総合で受かったらいいなってスタンスでやってる人もいるし、総合で受かんなかったらちょっときついなっていう感じで一般の一応準備もしてるって人もいるし、まあね、その受験の方法とかも大学による、違いもあるでしょうし、あのなんつうのかな、面接とか小論文とか、また今までの成績とか、いろんなものを組み合わせて判断されるのが総合となってきますよね。だから一概に あなたは受かる、あなたは落ちるみたいな規定が明確なわけでもないでしょうから、これをやってみなきゃ分かんないみたいな、受験ではあるのかな。結構人数数多いんですか。そうですね、私立とかだともういっぱいですよ、かなり多め。それって先生も単純なマークシートのテストじゃないから、判定合否出すのがすんごい大変な受験ですよね。大学の方ですか。大学の受験を
実施する側が総合選抜の、あと試験の、うん、作り方によると思うんですけどね、うん、そのこのライン、このラインで合格にする不合格にするっていうのを設けてるのであれば別にその採点する側は、はい、うん、大変じゃないでしょうし、ただまあ単純なマークシートとかよりは、ね、人間の、はい、人間の判断で、うん、ポイントをつけて加算して、うん、で最終的にはボーダーラインがあるんでしょうけども、うん、まあ、手間かかるなと、うんうん、小論文だけっていうイメージじゃないんですよね。もう面接もやる、面接と課題ですね。あの英語というか総合に関して言えば課題っていうのは小論文、とある大学で、総合で受けると、で期限までにこの2つのレポートを出してくださいとかだったりして、で1回それでまず知事が通るか通らないか、そこでふるいにかけられてですね、あったりして、うん、であと2次の時にはあと面接して、あとその前出したレポートに基づいて発表してもらいますみたいな。なるほど、そんな感じですか、ね、なるほどなるほど。じゃあやっぱりちょっと研究を意識した自分をアピールできないと印象悪くなっちゃいますもんね、うんうん、いやなんかほらいいレポート小論文書けてるし、いつもだったらばうまく発表できてたのに、うん、緊張しちゃってさみたいな、うんうんうん、そんなこととかがやべえ、こっから一般受験に切り替えられなかった、うんうん、っていう話にちょっとね想像したんですよね、うんうん、そのやっぱり当日どうなんだろうな、大学のその係の方が3人とか5人とかね、うんうん、いるところで高校3年生やるっていうのは確かに、なかなかの舞台、大舞台だなと、うん、思いますんで、うん、みんなそういうのにも取り組んでるんだから高校3年生偉いですね、うん、いや本当だって、まあ、会社員になって24、5になった頃みんなの前で発表できますかって言われても、うん、なかなか自信あるってやつは少ないと思うので、17歳とか18歳とかで自分のね一生決めるプレゼンをしなきゃいけないわけですから、今の生徒たち偉いなと思ってるんですよ、うん、昔それこそもうマークシートだけで決められた時にはプレゼンの練習しなくてよかったんですよ。その時代楽っちゃ楽だったのかもしれないですよね。でまあいろんな多様な価値観を教育に盛り込めなければならぬという国の方針ですか、うん、で大学改革ですか、うんうん、で受験も変わるということで、うん、こういう複雑性がね出てきて、そこに挑戦していく個々の受験生が昔と違うなと、うん、というのが私の一番の印象です、うんうん、どっちがいいかな、点数取るの得意なやつだったらばもうマークシートでバーンとね、うん、希望校受かっていけばいいし、うん、点数俺あんまり今から勉強ガンガンできねえなって思ってたら総合、うん、総合だってまあ準備必要ですもんね、うんうん、あれですかね、学校で探究の時間とか勉強していて、うん、で自分が高校生活2年3年かけてやってきたテーマみたいなものだと、うん、嘘っぽくないレポートに仕上がる気もするなと思って、やっぱりそこは、まあ、知識が大きいかなと思うので、ええ、うん、ここの学部学校をじゃあ受けるって急いでそこの保育ってこんなもの、保育ってこういうやつなんだとか、経済ってこういうやつなんだとかっていう一冊本読んだところで付け合い馬感は否めないので、そこはやっぱ興味あるのの知識を多い人が強いかなと思いますね、うん、そうなんだから面接官はね明らかにそのパターンを毎日毎日披露されたらば一発で分かると思う。